京都水族館京都水族館は京都府京都市下京区にある梅小路公園内の水族館2012年3月14日に開業した内陸型水族館であり日本初の完全な人工海水利用型水族館である使用率100%で人工海水を利用した日本初の水族館でありまた日本最大級の内陸型水族館である 京都駅に近い梅麹公園の核となる施設の一つで、オリックス不動産が公園の一部と隣接地を京都市から借用する形で指定管理者として管理、運営している。地元を流れる鴨川に生息する国の特別天然記念物、オオサンショウウをはじめ、ゴマフアザラシやケープペンギンなどを含む動物、約250種。 総数約一万五千匹を展示している。水槽総容量は約三千トン。全水量中の約九十パーセントに及ぶ必要海水量は、設計と建設を手掛ける体制建設の高性能、露過システムによって生み出される人工海水で全てまかなう。建築物は、地上三階建て、東野一階建て、建築面積五千九百四十八点二五。 平方メートル、延べ床面積1 9 7 4 2二九平方メートル、最大収容人数5000人。建築費は約60億円。初年度は200万人の入場者を目指している。正面前景、2012年撮影。延べ床面積約1万1000平方メートルを誇る3階建ての、建築物は9つのゾーンに分けて展示されている。 水と共につながる、命、がコンセプトである。なお、当セクションの投資番号は、実際の施設における表示に準じる。K の、川ゾーンの王山ウを海洋ゾーンの水槽、ンゴの海京の里山ゾーンイルカスタジアム飼育、もしくは飼育展示されている生物のうち、公式ウェブサイトか本校のいずれかに、名の上がっている種を、 おおよそ分類学に準じた形で列記する。ただし、期間限定の展示生物は記載しない。2011年11月、様々な理由により、建設取り消しの訴訟が住民らにより行われたが、2013年2月、京都地裁は、価値観で評価は分かれるが、共用施設としての機能はあるとして、住民側の請求を棄却した。京都地裁は、 イルカの能力の展示方法と見る立場もあり、共用施設としての機能は否定できない。また、避難場所としての適正に疑義が生じるとまでは言えないと、原告の主張を知り添け、京都市側に全面勝訴の判決をしている。当館で飼育している動物をモチーフにした菓子パン、水族パンを、館内の売店やカフェで、数量限定発売。三地水名ゾーン内にある、 三子水明カフェでは、水族パンに加えて、男前豆腐店の豆乳ソフトクリームなども、販売されている。また、フィギュアブランドとして知られる、海洋堂が京都にゆかりある動物をモチーフに、制作した東館オリジナルのフィギュア、京都水族館、フィギュアコレクションを、館内の売店、自動販売機で販売している。ありがとうございます。